私の名はアキコ。夫と結婚後も仕事は続けていました。夫とは大学生の時からお付き合いを始め、お互いに卒業、就職をし、仕事が落ち着いたのをきっかけにして結婚をしました。私としては結婚したら専業主婦もいいなぁなんて憧れみたいなものもありましたが、夫の収入と私の収入はほとんど同額だったこともあり、現実的には厳しいということで仕事は続けることにしたのです。ちなみに夫は中小企業のサラリーマン、私はというと IT 系の有名企業に勤務していました。近頃ではご主人が主婦となるご家庭もあるようですが、我が家の場合は夫自身もまだ働きたいとのことでしたので、共働きを続けてきました。そんなある日のことでした。うちの会社が海外拠点を拡大することになり、現地で指導や引き継ぎをするために3ヶ月の間私が赴任することになりました。家では私が料理を作っていたので、3ヶ月間夫一人にするのは本当に心配でした。海外赴任の話は夫にも了解をもらっていたのですが、その話をした後から夫とは会話が少なくなった気がしました。夫なりに私の海外赴任にはどこか不満があるのだろうと思ったので、帰国をしたら高級レストランを予約して夫を喜ばせてあげようなんて考えていました。そんなことばかりを考えているうちに赴任当日となりました。じゃあ私行ってくるわね。あ、少し待ってて。夫は部屋から1枚の紙を手にして戻ってきました。何の書類かと思いよく見てみると、それは離婚届でした。え？これって離婚届？どうして？そう、離婚届。これが俺の気持ちだから。どういうこと？私今日から赴任するのに突然こんなもの渡されたって意味わかんないわよ。突然じゃないよ、俺は前から考えてたんだから。私には突然以外の何者でもないわ。こんな勝手許されないわよ。許される必要はない。ほら、急がないと飛行機飛んじゃうぞ。じゃあな。海外赴任に出発するその日に夫から離婚届を突きつけられたのなんて世界中で私くらいでしょう。意味がわからず勝手な夫に腹が立ちました。プライベートにおいては緊急事態だったけれど、まさかそれを理由に海外赴任を辞退するなんて今更できません。私は頭の中が真っ白になりましたが、とりあえず飛行機に間に合うようにと空港に向かったのです。飛行機に乗り込んでからも、帰国したらきちんと話し合いをしよう、そう思い、なんとか3ヶ月という赴任期間を乗り越えました。そしてやっと帰国した私は家の表札を見て驚きました。そこには見知らぬ名前の表札がかかっていたからです。夫は私が海外赴任中、相談もなしに家を解約してしまったのです。勝手にこんなことをするなんて。私は頭にきて夫に連絡を入れました。どうして勝手に家を解約したの？勝手にって、すでに俺たちは離婚して他人なんだから何も問題はないだろう。そんな、だって私たちまだ離婚したわけじゃないでしょ。何言ってるんだよ、もう離婚するって決めたじゃないか。帰国したんだからさっさと離婚届を提出してくれ。あ、荷物は全部お前の実家に送っておいたからな。何よそれ、どうして勝手なことばかり。じゃあな。私は自分の夫がこんなにも勝手な人だとは思っていませんでした。あまりにも頭にきた私は
その勢いで離婚届にサインをして役所に提出してしまったのです。ですが、こんなことで終わりになんてするもんですか。私は弁護士に依頼をして慰謝料を踏んだくってやろうと考えたのです。怒りの感情を抱えたまま急いで探偵事務所を探しました。元夫が突然離婚を突きつけてきたのには何か理不尽な理由があるに違いない。私はそう思ったのです。そして探偵事務所の報告書をもらうと、案の定夫は浮気をしていました。探偵事務所の報告書を証拠として十分裁判に勝てると思いました。夫に証拠を突きつけ負けを認めさせてみせる。私は怒りの感情をそのまま夫に向けました。そして私は大事なことを確認するのを忘れていたのです。それは夫の浮気相手が誰なのかということです。報告書類を見直してみて初めて私は夫の浮気相手が誰なのかを知ったのです。そして私はある計画を思いつきました。それから数日後、あれから落ち着いて考えてみたんだけど、私あなたのことを大切にしていないってことに気づいたの。こんな私は離婚になっても仕方ないわよね。それでもあなたとは友人としてこれからも付き合っていきたいから、裁判なんてしないでこのままさっぱり離婚しましょうね。アキコ、やっと俺の気持ちを分かってくれたんだな。ありがとう。これからは夫婦ではなくなるけど、お互いに幸せになれるように頑張ろうな。そうね。じゃ、また何かあったら相談に乗るから、その時は連絡ちょうだいね。分かった。今までありがとう。じゃあな。この時私は、能天気な夫だけが幸せになるなんて私は許さないわ。そう決意していたのです。あれから元夫は、馬鹿正直に浮気相手との恋愛相談を私にしてくるようになったのです。本当に単純な男です。元妻という立場の私には何の警戒心もないらしい。神経がずぶといのか、能天気なのか。記念日に彼女が喜ぶようなものをプレゼントしたいんだけど、何がいいと思う？どんなデートスポットなら喜んでくれるかな？くだらない相談ばっかりしてくる元夫に私は心底呆れていました。まあ怪しまれないように私は親切な回答をしておきました。それからしばらくして元夫が再婚の相談をしてきたのです。あら、おめでとう。よかったわね。私は一応祝福しておきました。ありがとう。アキコが相談に乗ってくれたおかげだよ。アキコの言う通りに結婚指輪を渡したら本当に喜んでくれたよ。よかったじゃない。俺たちの仲を取り持ってくれたのはアキコだから、ぜひ結婚式には来てほしいんだ。わかった。なるべく日程調整をして出席できるようにしておくわ。すべて私の計画通りに進んでいったのです。ですが、ここからの主役は私。復讐劇を始める時が来たのです。それから数日、元夫が突然仕事帰りの私の前に姿を現したのです。その姿は見るからに落胆していて、ただごとではない様子でした。こうなることを想定していた私はできるだけ平静を装って、どうかしたの？と尋ねました。どうしたらいいんだよ。彼女が結婚を断ってきたんだ。どうして？だってあんなに喜んでくれたって言ってたじゃない？
そうなんだ。だから俺にも訳がわからないんだ。突然別れるって言われて連絡も取れなくなっちゃったんだ。それは大変。俺どうしたらいいんだよ。ねえ、もしかしたら彼女あなたとは遊びだったんじゃないの？そうじゃなかったらあなたと結婚しないなんて、その理由がないわ。そんなありえないよ。彼女はそんな人じゃないよ。そう？婚姻届はもう提出したの？いや、彼女は忙しいって言うから。あら、大丈夫？それって遊び人がやる手口よね。やっぱりあなたとは遊びだったんじゃない？そんな。他に思い当たるようなこと全くない？例えば、そうね、住所を教えてくれないとか、いつも一方通行のやり取りがあったとか。え？そういえば、そんな。くそー。あなたも大変ね。辛いわよね。でも元気出してね。私応援してるから。ありがとう。やっぱり俺のことを一番理解してくれているのはアキコだな。彼女に騙されたと思い弱気になった元夫に歯の浮くような優しい言葉をかけ続け、やっと元夫の心を手に入れました。私はこの時のためにずーっと我慢をしてきたのです。俺たちやっぱりもう一度やり直さないか。俺にはアキコしかいないってよく分かったよ。来たー。え？いやーねー、私は中古品なんて嫌よ。こっちからお断り。そう言って元夫が差し出してきた右手をパシンと払いのけました。え？あなたみたいなクズ男には遊び人のクズ女がよーくお似合いよ。ルイは友を呼ぶって言うでしょ。アキコ、どうしたんだよそんな言い方。あなたはあの女の手口にまんまと引っかかったのよ。あの女はね、初めからあなたのことなんて何とも思っていなかったのよ。ただ私からあなたを奪い取ることが目的だったのよ。え？どういうことだよ。実は私、元夫の浮気相手のことを以前から知っていたのです。浮気相手の A 子と私は高校時代の同級生なのですが、昔から友人の彼氏を寝取るというだらしのない女だったのです。元夫があんな女を好きになるはずがありません。きっと私が結婚したことを知り、わざと元夫に近づいてきたのでしょう。元夫の浮気相手が A 子だと知った時からこうなることは分かっていました。どうせ元夫は A 子が目的を果たせば捨てられる。だから私はそれまでの感情は増幅したものの、夫に捨てられたことを大げさにアピールして別れようと決めたのです。それは元夫に対した私の復讐だったのです。最後に元夫に、うちの弁護士から慰謝料について連絡が行くと思うから、その時はお願いね、と言うと、慰謝料？俺に慰謝料なんて請求しないんじゃなかったの？と言ってきました。あら、そんなこと言ったっけ。裁判はしないとは言ったけど思い出せないわ。でもね、浮気の証拠ならいっぱい保管してあるのよ。待てよ、俺はそんな大金払えないからな。あなたの事情なんて知らないわよ。支払いのために必死になって働きなさいよ。あー、すっきりした。1年かけて準備をしただけあって完璧だわ。これで元夫も
海外出張に出発する日に離婚届を手渡された私の恨みを思い知ったことでしょう。さあなあミロ、